小室圭さん、眞子さん祖父の家族葬に参列も、父の墓参りはせずに近く渡米へ。彼はどうなりましたか？小室眞子さんと圭さん夫婦は今週末の午前、お二人一緒に渡米する予定だそうです。当初は、圭さんの就職先であるニューヨーク州の法律事務所から、早く戻ってきてほしい、との要請があり、彼だけ先に出国すると言われていましたが、最終的にはご一緒に渡米されることになったといいます。宮内庁関係者、ニューヨークで仕事がある小室さんはともかくとして、眞子さんが出国を急ぐ理由は2つあるという。秋篠宮さまの総括。11月23日に行われる、皇室にとって最も重要な祭儀である、新嘗祭までに、お二人には渡米していただきたいのです。これは天皇陛下がその年に収穫された新穀を神に備え、翌年の豊穣を祈願する儀式なのですが、会場には天皇家の親族や、総理大臣をはじめとする三権の長などが参列します。例えば18年の新嘗祭には、高円宮家の三女である綾子さんと、結婚した森谷圭さんが出席しており、元皇族の配偶者も参列する権利があります。つまり、眞子さんはもちろんのこと、天皇家の親族となった小室圭さんも、新嘗祭に参列することが可能なのです。秋篠宮家関係者。もう一つの理由は、眞子さんの父親、秋篠宮様のお誕生日が迫っていること。11月30日、56歳の誕生日をお迎えになる秋篠宮様のお誕生会見が公になります。今回は婚約延期から3年9ヶ月にわたった眞子さんの結婚騒動に対するお考えを述べられる見込み。結婚当日の10月26日に出された皇室への影響も少なからずありました。皇室としては類例を見ない結婚となりました。といったコメントを出されたお気持ちについても記者から問われるでしょう。この会見内容が公になった際に夫婦が在国していた場合、国民の目は再び二人に集まって批判が巻き起こる、まさに負の連鎖です。宮内庁としては皇室への影響を危惧していますし、なるべく早く渡米してほしい、というのが本音でしょう。皇室ジャーナリスト。皇室側にとっても、小室さん夫妻にとっても、一刻も早い渡米、という点では、利害が一致していると言えるだろう。圭さんの出国時期が、当初より遅れが生じた、とも報じられているが、11月4日に眞子さんの祖父、川島達彦教授が、中皮腫のために他界されたことが影響したとの見方がある。声すら覚えていない。10月19日に緊急入院した川島さんを見舞うため、29日に小室さん夫婦は病院を訪問しました。11月6日の川島さんの自宅で執り行われた家族葬には、秋篠宮ご一家と小室さん夫婦も参列。この翌日に最後のお別れのため、紀子さまと佳子さま、そして小室さん夫婦も東京都新宿区の落合斎場へ。妻の祖父が亡くなったのですから、圭さんも葬儀に出席するのは当然ですし、そのために出国日を遅らせた可能性は十分あるでしょう。同前。一方で、小室家とゆかりのある人物は、Kさんにある疑問を感じていた。川島家の葬儀に参列するのはわかるのですが、なぜご自分のお父様のお墓参りには行かないのでしょうか。マスコミの目が気になるのでしょうが、3年ぶりに帰国してすぐにニューヨークに戻るのであれば、眞子さんとの結婚を利勝さんに報告しに行ってほしかったです。もうしばらくは日本に帰ってくることはないのでしょうから。Kさんがまだ10歳だった2年、父親の利勝さんは自ら命を絶ち、そのことで精神的に参ってしまった利勝さんの両親も後を追って自死した、と報じられている。3人が眠るお墓があるのは、神奈川県藤沢市内にある鎌倉時代に建立された由緒ある寺院です。横浜市役所に勤務していた利勝さんはとても温厚で、いつもニコニコしているような方でした。
家族で外食に行っても、Kさんの母親であるカヨさんが全員分のメニューを勝手に決めることが多かったのですが、トシカツさんが文句を言う姿は見たことがありません。というか彼の声を聞いた記憶すらないほど謙虚な方でしたよ、どう、前。しかし、カヨさんとトシカツさんの親族間で起こった金銭問題で、トシカツさんは精神的に疲弊していった。父親が眠るお墓の現状。一級建築士の資格を持っていたトシカツさんはマイホームを建てる計画を立てていました。そこで、トシカツさんの両親に金銭的な援助を頼んでいたところ、カヨさんが内装などのデザインへのこだわりが強く予算を大きくオーバーし、嫁姑の間で大揉め。間に入って仲裁していたトシカツさんは、仕事のストレスも相まって心を病んでしまったそうです。その後、トシカツさんの父親が亡くなったことによる遺産相続でも、カヨさんが K にも相続する権利があると主張し、さらに揉めて。それから、トシカツさんの親戚とカヨさんの関係は完全に断絶。ずっと疎遠の状態ですよ、小室家の親戚筋。トシカツさんが亡くなった後、まだ幼い K さんは毎日のように泣いていたという。ダブルコート夕方になると K が泣くのよって、カヨさんはよく話していました。慕っていたお父様が亡くなられて寂しかったのでしょうね。10歳の子供なら当然のことだと思います。カヨさんの知人、3年ぶりに帰国した K さんが、慕っていた父親のお墓参りに行かないことなどあり得るのだろうか。トシカツさんとその両親が眠るお墓を記者が訪ねてみると、最近手入れされた様子はなく、喧嘩もない。下記には水が溜まっているだけだった。少なくとも K さんは帰国してからお墓参りには来ていませんよ。たまに親戚の方がいらっしゃってお線香をあげて行かれるくらいだと思います。寺院関係者。紆余曲折を経て眞子さんとの結婚を果たしたことを、利勝さんは直接息子から報告してほしかったに違いない。